あやと陽子の音楽に乾杯。この番組はお食事処佐賀のホワイト急便シルバードッグハウスアイビス以上の提供でお送りいたします。この番組では街の皆さんの声を聞いて元気づけられた音楽をメッセージとともに紹介していきます。番組をお送りするのはあやです。サラダ陽子です。カラオケエースの木戸です。そして堀口修司です。どうぞよろしくお願いします。まずは1曲聴いてください。はい、いい歌ですね。松山千春さんの声ぴったり、うん、なんかこの歌聞くと何か穏やかになれる歌ですね、はい、はい、私の中のゆるキャラ噛むなっていうのね、あのゆるキャラね、はいはい、皆さんに愛される真由美さんがね歌ってたの、そうですね、大好きだって言ってましたもんね。あの二人はね、なんとなく幸せを運ぶね、本当に方で、はい、なかなか佐賀野さんにね見えて一緒にいると楽しいなって。やっぱり人に幸せを運べる人間ってなかなかいないですもんね。そんな私のお友達の高得点でしたこの間。高得点だよ、歌えないとか言って96点いい加減にしろって。ほんでその後の人歌ったら68点って、もう大変にしてくれよって。まあ、まあ、あのマー君たちはカオちゃんは、まあ、いつものことかでもちょっと申し訳なさそうに私からみんな目をそらすのヨーコちゃんもなんか聞いてなかったら知らんよみたいな、まあ、そんな風に感じてたの感じてたよ、まあ、なんか言葉言いにくそうだなと思ってみんな、はい、なんか68点だ。そんなことないですよね。スッと流してた、ね、右から左へ受け流す、いい加減にしてます。そんなのありましたねそうありましたわね、本当にいい歌はねずっと続いていくもので、今週もですね、はい、
いろいろとお知らせがあってですね、はい、まずですね、はい、一つ目はですね、はい、東京にて、はい、はい、湯浅沢みちるさんがですね、はいはい、ライブコンペンションということで、はい、2024年5月15日、うん、これがね今日抽選だったんですよ、はいはい、そしたらもう10時、うん、10時からで、はい、もう1時間半ほどで完売というか、昨日素晴らしいですね、ねえ完売、そうそう素晴らし い、 この代官山会場東京なんですけどね、はい、あの代官山このタイトルが素敵なのよ、はい、晴れたら空に豆まいて、おねえ、はい、残念ながら外れました、ねえ外れた人と当たった人と真っ二つに分かれて、はい、もうすごい残念がってくださってね、はい、皆さんによろしくお伝えくださいということでね、はい、社長様から入っておりますのでね、はい、これからも見守ってあげてください、次々とね、はい、本当にいい歌を素敵なお客様の前でね歌わせていただくことに本当に喜びを感じて毎日送っているという湯浅みちるさんのメッセージでした、はいはい、そして来週はですね、はい、こちらのブースの方に、この IK ミュージックフェス、はい、24年ね、はい、尾張旭市文化会館の大ホールで、はい、8月25日にね9時会場、はい、開演9時20分ということでね、入場券は1000円、はい、もうだいぶとねすぐにだいぶバタバタ売れてってるみたいですがね、まだまだ空きがございます、はい、そちらのですね、ゲストでもいらっしゃいますコンドルさん、はい、こちらのブースの方に来て歌ってくださいますのでね、歌ってくださいますっつったってなんつったって私が歌うんですけどね、はい、素敵な歌なんですよこれが、はい、もうぜひですねこの8月25日に向けてですね、はい、一生懸命練習して、皆様にね聞いていただきたい、ご披露です、はい、勇気と人生ってほら何があってももう一回やり直しが効くよ、ステップがあるよっていうことでね、はい、なかなかいい歌で励ましの歌になっておりますのでね、うん、作詞作曲本当に素晴らしい歌ですのでぜひ、はい、こうご期待でございます、はい、はい、それでは2曲目はね翔さんがはい、せっかく来てらっしゃるので、ゲスト、あ、ゲスト呼んでないじゃん、翔さん、そんなんいいじゃん、あ、本当もうレギュラーか、もうレギュラーか、違う違う違う、もういて当然みたいな、いや、本当はい、レギュラー、よろしくお願いします、うん、はい、いつも遊びに来とるんでね、ねえ、はい、本当にありがたいです、ありがとうございます、連れてっていただきましたね、はい、三重県の鈴鹿市ブロッケンバーガー、ね、ブロッケンバーガー、素晴らしいハンバーガー屋さんで、もう私の家のあのカンタっていう、寒いって書いて太いって書いてカンタっていう犬なんですけど、はい、そのワンちゃんもめっちゃ喜んでね、うーん、犬がいる方はぜひね、人間も犬もいい思いができるドッグランがあるんですね、うん、そうなんですよ、はい、素敵な、行こう、あ、行こう、あずきとともに、あずきとともに、それでは曲の方紹介いただけますか、はい、オーティス・レディックの、はい、はい、The Dog The Of The Way、 はい、はい、お聴きください、はい、sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 歌が大好きな人が集まるお店、お食事処佐賀の。新鮮な食材で作る美味しい料理と抜群の音響でカラオケが楽しめます。 090-6611-0019 お食事処佐賀の。お客様の大切な衣類を誠意を持ってお預かりいたします。いつも笑顔で真心込めた愛情仕上げ、素材に合わせた最高のクリーニング、知多半島に42店舗。クリーニングはお近くのホワイトキュービンシルバーへどうぞ。愛と癒し、生きる強さをワンちゃんを通して、一つ一つの幸せをご家庭にお届けします。岐阜県養老町ドッグハウスアイビス、皆様が一秒でも笑顔が増える毎日でありますように。あやとようこの音楽に乾杯。の片隅に座り込んだら、少しは気楽になれるのだろうか。家路を急ぐ人混みに紛れ、大声出して泣きたくなる。わかっているさ、空の星と同じ数ほど幸せな生き方が。愛してる君を守りたい、それが生きてゆく道しるべ。はい、オーティス・レディングでザ・ドッグ・オブ・ザ・ベイ、玉置浩二でメロディー、花岡雄平で君が道しるべ、3曲聴いていただきました。はい、言えた、よかった。合格、合格、合格、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。途中でね、はい、お客様がね、はい、長い雪、到着、到着です、到着、はい、来ちゃった、うん、ありがとうね、本当に。どっか岐阜県で出られるでしょう。あ、なんで知ってんの。今度の日曜日ね。え、今度の日曜日。今度の日曜日、あの杉本昌先生の ね、主催で、ね、はいはい、関連で、ね、はいはいはい、そうですね、日向皆さん素敵な、そう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 、ね、そうですね、そうそうそうの、うん、が教えてくれて、うん、うん、ね、見てきます。頑張ってください。赤い花を頑張って歌ってきます。なるほど、もう歌を愛するね、気持ちは誰より超えるね、のぶゆき、もう歌う前に言わないでね、ね、本当に、あの、はい、はい、そして先ほどあの翔さんが言ってみた、うん、これ、この最初の曲、はい、うん、なんか、そういうトップガンになんか入ってる、でアルバムに入ってた、サブトラックに入ってた、はい、そういうことですね、うん、まあ、それが好きでっていうことで、うん、店のオーナーさんがリクエストくださって、うん、ね、ありがたい、すごく、あの、ちょっとこう見かけた、あの
ハンバーガーですか、はい、になんかこうアメリカンな感じがしてすごくぴったりでしたよね。カントリーっぽくてすごくいいんですよ、ねうん、素晴らしい、うん、だからなんか新曲もなんかちょっとアメリカンだった。そうよ、はい、そうアメリカンの後はホワイトよ、ホワイトホワイトキュービンシルバーね。そっちにつらいな、そっちにつらいな、なんかいつもつらいな。2回目にしてるわけじゃないんですけど、うん、ついついそれちゃう今ね、はい、ただいまあの春のセールを、はい、本マジですか、はい、よい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 すごいよ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 すごい宣伝、すごい宣伝、ちょうど今こう衣替えの時期なので、はい、そうですね、今日持ってちゃったコート持ってた持ってたこと言うな今からも、でも遅くない、うん、あるもの出してくれ。そうなんです、うん、なのでね、またよかったら、昨日始まったばっかりなので、うん、はい、非常に納得、はい、28日までやってますので、またね、皆さんよろしかったら、はい、どんな感じ、一つ二つまとめて洗いましょう、ダウンが半額とか、ダウンが半額、ごめんなさい、うん、スキーウェアも防水加工込みで、本当、私も防水加工してもらえんかね撥水加工、撥水加工水を弾こうとしてるんです 水じゃもう水も弾けねえよ、ほんとねチックショー。さらになんかあの、うん、ハイクラスっていう、あの、うん、ちょっと上のクラスがあるんですけど、さらにハイブランドの限定ってことでダイヤモンドコース、ダイヤモンド、ま、私たちみたいな、あ、そう、もんじゃ固くて何ともならないという、いやいやいやあのダイヤモンドコースっていうのももうここね、あの加えていただきましたので、でもね本当に丁寧に、はい、あのやってくださってね、もう本当にお客様でありがとうございます、いいよそうなんです、ね、そうなんです、本当にでも本当にホワイトキュービンシルバーね、そうですね、あの陽子さん預かりますの、陽子さん預かるわけないクリーニングを陽子さんがお預かりします、私はお預かりします、そうです、あのまたね、あのホームページの方から見ていただくと、うん、あのしっかり見えると思うので、そうそう、まあ、最後にはもう野沢さんもノブさんも運びますからお菓子がクリーニングもうたんともう車に積むからって、うん、詰めるかなっていうぐらい、なのでまたね、あのホワイトキュービンシルバーという名前で簡単にねございますので、うん、またホームページの方をあの見ていただくと、うん、かわいいね、ピンク色の看板でね、そうなんです、はい、はい、神田インターね、降りて右に回ったら左側にありますのでね、そこは遠くは言うなすぐあるわ、わかりました、わかりやすいです、そう、わかりやすいでしょ、みんな通り過ぎちゃうぐらいで、はい、それでは、はい、今日の、はい、何でしたっけ、そうですね、メッセージをね、せっかくですメッセージ読んでいただきましょう、本間さんね、はい、本間です、ミッドFM本間です、ディレクターやってます、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます、はい、はい、メッセージ来ております、はい、こちらはお名前が書いて、あ、ラメンダヨレーシングの翔さんですね、はい、ありがとうございます、はい、矢さん、陽子さん、木戸さん、堀口さん、こんばんは、こんばんは、今日のリクエスト曲は玉置浩二さんのメロディーです、先ほどかけさせていただきました、先日も佐賀ので FF さんから食べに、うん、歌いに来てくださった山さん森さんと楽しく飲んでいました、最後は山さんのところの曲を歌って締めました、うん、はい、FF さんへ行った時に教えてもらった思い出の曲です、うん、ということでした、うん、はい、ありがとうございます、うん、曲、はい、では次のリクエスト、あのメッセージですね、はい、はい、ラジオネームあかねさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、やっと桜が咲き誇り春が来たと感じる今日この頃、新年度を迎え、うん、新たな目標に向かう人がたくさんお見えかと思います、はい、そんな方たちにぜひ聞いてほしいのが、はい、アクアタイムズさんの決意の朝にです、はい、なるほど、辛い時辛いと言えたらいいのになという歌詞は頑張ってる人にこそ刺さると思います、はい、みんな新年度頑張れということでエールをいただいております、ありがとうございま す、桜の花も咲き誇る、はい、はい、ちゃんと横ちゃんの頭も咲き誇る、本当に、はい、満開ですから、春は気をつけなくて、年中は年中は年中満開なんですよ、違う意味で満開なんですそしてね、このメロディーのね、はい、あの山ちゃんね、
FF のママさんね、ただいま入院中でね、治療中ってこと頑張っていただきたいです、はい、ね、すまんのっていう声をねやっぱりね聞かないとね、本当に元気になっていただきたい、もう私も本当に55にも、ね、なりますとね、周りの方が年いっちゃった、あ、いいんだ、ごめん、しまった、39歳だった、はい、うん、もうこの年になりますとね、皆さん周りがね病気されたりいろいろ、これ当たり前、うんうん、ね、うんうん、別に欠陥商品じゃございませんよ、ね、アピールだ、はい、それではですね、2曲連続でね、はい、聴いていただきたいと思います、うん、愛する大阪のね、はい、歌が大好きな辰巳、はい、またうまい、はい、ヘイブラザー、そしてアクアタイムズ決意の朝に茜さんにいただきました、2曲連続で聴いてください、はい、うん、からの一丁紙の性格、今さら直せと言われてもそりゃ無理じゃい、なんぞおもろいことね起きたらどないするんじゃい、うかうか眠ってられるかい、へたくそな夢を描いていこうよ、どうせならもうへたくそで明るく愉快な愛のある夢を、気取んなくていい、かっこつけない方がお前らしい、小学生の手と足が一緒に出ちゃう更新みたい、それもまたいいんじゃない、生きてゆくことなんてさ、きっと人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ、心の奥の奥閉じ込めてた本当の僕、七海の36と5飾らずにさ We don't stop、 けどまだ強がってるんだよ、まだバリアを張ってるんだよ、痛みと戦ってるんだよ、辛い時辛いと言えたらいいのにな、ああ僕たちは強がって笑うような虫だ、寂しいのに平気なふりをしているのは、ああいつで落ちてしまいそうな自分を辰さんで Hey Brother、 それからアクアタイムズの決意の朝に2曲連続で聴いていただきました、はい、あやさん、そう、はい、私はもう決意した、はい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 、ここで行くぞ、はい、辰兄がですね、はい、大阪辰兄が、はい、60歳、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、今年ですね、晴れ晴れとですねアニバーサリーのね、はい、ライブの方をやられます、はい、場所はですね、うん、名古屋市、名古屋市、これがね名古屋市中区東桜、はい、2-22-26、はい、ピュアゴールド、はい、はい、オープン16時ということでね、はい、MC の方は富田純子さんが入っておられます、はい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 、そして私の方もちらりとね、はい、歌わせてくださるということで、どうなんだろう、歌うよ、はい、そして8月25日はい、はい、大阪府大阪市中央区、はい、東字が読めんという震災橋、震災橋、はい、2-1-5、はい、ゴールデン第一プラザビル、はい、5階、はい、はい、
ミュージックバー MC はツッチーさんという方がされる。ミュージックバー、ミュージックバー、うーん、リリキャン、はい、ツーツー、はい、リキャンじゃん。いいから私にお問い合わせください。はい、わかりました。ちょっとですね、こちらの方、はい、うん、お問い合わせください。どんどんどしどしとチケットの方これからね売り出されていきます。まだチラシの方がね、はい、できたばかりということで私の方でもねお預かりしますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、なんか放送後にそうそうです、そうそうです、はい、そうそうです。はい、タツニー頑張ってくださいね、はい、60年、はい、60歳、はい、あと60年生きてよ、はい、それではそろそろ来週コンドルさんお待ちしております。はい、エグリフのママも頑張れ、はい、そろそろ別れの時間となりました。番組では皆様からお便りをお待ちしております。ミッド FM のホームページからお寄せください。あやとようこの音楽に乾杯宛てまでお願いいたします。それでは今週は湯浅みつるでただいまを聞きながらお別れです。お相手するのはあやと真田陽子とカラオケースの木戸とショートのぶゆきとミッド FM の本間八重でした。それではさようなら。飲むぞ飲むぞ飲むぞ。大丈夫ですよ。